チャンネルにようこそ。いつも見ていただいてありがとうございます。今日は仁和寺に行っております。先日富くじを紹介しましたが、それに関係するお寺なんだそうですが、先生どう思いますか？はい、ここは仁和寺って、今世界遺産になってるけどね。お、世界遺産ですか？ここの富くじがね、一番古く御免富いうて、幕府で公認の富くじを許可されると。なるほど、そうなんですね。ちょっと中入ってみましょう。なるほど、入っていきましょう。はいはい、中を見ますと結構広いですね。あの像は何ですか？この像は仁王像、有名な、あっちが、もう一つのあっちも仁王像、仁王像はすごい表情すると言いますからね。なるほど、それはちょっと見ていきましょうか。ここでも、なるほど、お、結構広いですね。場所はこんな感じ。山が綺麗ですな、やっぱ紅葉の季節。千社札というのは何でしょう？千社札の話もやるし、いずれ千社札貼り付け聞いて、あそこに貼ったら、仁王さんのこっちにペタッと、仁王さんどこだ？あっちのあっちは一番仁王さんの、ああ、なんか貼ってますね。あれが千社札、自分が参ったいう証拠になる。なるほど。で、この結構大きな壁ですね。そうですね、ちゃんと書いてますね。史跡仁和寺、そして春になると桜が満開なんですか？何が書かれてますか？ここには ここの、由来や。なんか書いてますね。宇田官標法を宇田天皇が開いた、なるほど、なかなか楽しいもので。春になると桜が綺麗なんですか？ここはね、独特の桜でね、遅咲きでね、この桜は背がものすごい低い。なるほど。何月頃ですか、遅咲きだと？普通の桜よりだいたい1ヶ月ぐらい。5月ぐらいですか？今やったら5月の4月、4月の末か5月、それは楽しみですね。5月ぐらいにまた行ってみましょうか。この場所も結構有名な場所なんですか？そうですよ。この前が吉田健康の随筆で有名な連れ鶴草、連れ鶴草で有名な並びが丘です。なるほど、この麓に吉田健康が住んでた、吉田健康住んでたんですね。結構のどかな場所ではありますね。そうですね、なんとこの仁和寺の、仁和寺の裏にあるんですね。何が？いや、この街道がです。これ表ですね。仁和寺の表通りが、これが吉田健康でおなじみの場所ですか？で、そこの前に行きますと、そこに嵐電鉄、京福電鉄って嵐山線、の駅がある。なるほど、ちょっと行ってみましょうか。これは北野から白梅町まで出てる京福電鉄の北野線、そうなんですね。嵐山までね。なかなか変わった形ですね。そうですね、昔風のね、駅舎ですね。昔の駅ってこんな感じだったんですか？そうなんですね。吉田健康ゆかりの地で面白いものですね。ありがとうございました。